さあこれをこれを渡したいのです。ああ、そうか、製品版がててて、なんだ、おお、ね、どうぞちょっとちょっと見て見てやってください。見てやってください。これはかっこいいね。写真っていうかジャケットカードは見せたけど、なんか製品になるとかっこいいですね。うん、ちょっとね、開けてほしいよね。あ、そう、ぜひ開けてほしい。うん、まあまあそうね、あ、まあ、全体のあれの話もあれやけどの話もあれやけどこれね、ほらちょっと良くない、ちょっと自分で良くないって言ってもさ。え、これ小坂さん自分でやったの？うん、これはね、大阪のね、あのハムレットバーズをさ、ずっと、うんうん、あのロゴ作ったりとかしてくれてる、うんうん、忍くんっていう、まあ、人に。いいですね、いいとこ聞いとった。わー、そう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 、もうこういうジャケならこういう場面ですよ。あ、すごい素敵。なんかレコードっぽいですよ、うんうんうん、でだからこれもすごいレコード感ある、そのリズムってシンプルで、うん、情報量もすごい。いいね、ちゃんとここにこういうところにスッと入れる、この使い方かっこいいな。あー、いいですね、なんかあれ、あ、なるほどね、これすげえレコードのライナーっぽいな。そうなのよ、なんかその最初すごいもう本当にシンプルな、もうあのポリコ、なんていうの、ポリコ、なんていうの、まああのずっとさ、アンダードイロンの最近のあのとか、あのザ・スリーとかさ、うん、の時の、まあ、もうあれぐらいで行こうと思ってたんだよ、うん、そしたら、いや、ちゃんとや、いろいろか、あのここに載せるべきことがあるんじゃないかみたいなこととかそう言われて、うん、やろうよ、つって。で、なんか2020年に作った曲ばっかりなのね、まあ言ったらこの作品で、まあ、2020年になんかものを残したいっていうのが俺がすごいメッセージとしてあったから、それで、じゃあ、デザインもそれに見合うものって言って、うんうんうん、これはいいですよね。そもそもよくよく考えたら絶対勝武さん一曲一曲に語ることがすげえあるから、なんか一言こうちょっとね、うん、あるのはいいし、まあでもなんか単純にこうやって中にこうスッと入ってんのはやっぱいいね、うん、なんかしばらくそういう印象が抜けてたわ。うん、なんだけどさ、大悟に作ってもらってた時のさ、例えばレインとかさ、レインどうなんですか、あの青のやつね、なレインとかサンの時は1曲ずつ、うん、あー細かい、そうそうそう、あれは大変だった、あれはすっごい良かったけど、うん、あれは大変だった。あれは 毎回やるような話じゃん。いや、でもなんかこのシュッシュッとした感じ、うん、これは大正解ですよ。素晴らしいね。本当。よかった。いや、これはいいね。すごい。素敵。そうね、なんかその残すものとして置いとけるもの。これはあれでも、やっぱり和武さんのこうちょっと一つの区切りとして新たなスタートとしてみたいなところがあるから、うん、この感じすごい良かった。アルバム全体がそういう印象だった。もうアンダー・ザ・ウィローじゃなくていいかなっていう感じがする。まあそう、んどうなんやろね。いや、なんかそのアンダー・ザ・ウィローみたいなコンセプトは、うん、まあなんか好きなのよ、うんうん、別に 今も全然嫌になったとか、うん、そういうのはないねんけど、けどなんか今年作ってたものを、うんうん、そのアンダーザウィローのコンセプトで出すのがなんかちょっと違う気がして、うんうん、そのまあずっと言ってたのがその自分のための曲を作ろうっていう感じなのね、今回だからこれもうちょっとあれなんですかね、うん、ちょっとこう視点が客観的になるみたいなところが前よりあるのかもしれないですね。あ、逆かもね。なんかむしろ主観に近づいたんじゃないかな。その前はなんか本当に誰かに作ったもののなんかその切れっ端とかさ、あまりみたいなイメージだったから。あ、じゃあね、そうすると俺多分、うん、この今回今までのアンダーザ・ウィローとこのブループリントのその印象を多分、うん、俺、まあ、
どうですかね、みんなはどうかわかんないですけど、ね、要はずっと付き合いのある関係性の中で見てると、うん、真逆に見えますね。あ、そう、うん、それが面白い。アンダーザウィローは良くも悪くもやっぱ和武さんがそのまま出てるもので、アンダーザウィロー感は竹内和武感だったんですよ、僕の中でずっと聞いてて。そうそう、これが和武さんだよっていうのをずっと聞いてきたところがあるから、うんうんうん、そのどの曲を聴いても和武さんのプレイが思い浮かぶんですよ。おで、それがすごく楽しい。でそのライブを実際見てるし、うんうん、こうで、ここ、あ、ここで好きに聞き倒すんだろうなとか、そういうイメージ、うんうんうん、でもよくよく考えたら、例えば歌、僕がその歌を曲とか聴いてる時ってもうちょっとこう全然自分の好き勝手な状況を思い浮かべることもあるから、うん、それは多分この距離感ですよね。知ってる知り合い友達だっていうことといつも見てる、うんうんうん、まあ、だからあんま気にせずで和武さんが思い浮かんだんだけど、うん、ブループリント思い浮かぶのが少ないんですよ。おお、なるほどね。それがそれに気づいた時にちょっと不思議、あれ？と思って、うん、だから要は和武さんの曲っていうふうに認識が外れてくんでね、聴いてるうちに。おお、最初 いつもでそのうちのいくつか、例えば1曲目スクリーマーも和武さんなんですよ。だからもうこれ完全にプレイが思い浮かぶ、うん、でもずっと聴いていくうちにその影がだんだん薄れていって別の情景に変わっていっちゃう印象があって、だからすごいそれが新鮮でしたね。だからこのアンダーザウィローじゃないって言われるのがすごくよくわかる。そこまで考えてたわけじゃないかもしれないけど、うん、結果として、うん、そのいろんなものを吸収して、うん、こうなんだろう、アウトプットしていく、いろいろこうカオスになったものが外に出てきた、うん、みたいなことがすごくあって、でこの構成もだから僕結構好きで、あ、曲順とか、うん、あのね、うん、結構混沌として、最初はだから本当にもうザッカスだけで、うん、これこれって感じだったんですよ。で結構そこからだんだんその情景が変わっていき、和武さんが少しずつこうフェードアウトしていく、その曲そのものの世界が広がっていくっていう印象があって、うん、で最後はこれ面白かったのは、まあさ、うん、すっごい和武さんらしいと思う一方で、うん、あれってもうこれ和武さんかって思う、だからここで、うん、それまでの情景と被って和武さんがオーバーラップしていくイメージ、だ今までのアンダーザウィローの竹内和武ではない竹内和武がここにあるっていうのがすごい最後あって、それがすごい面白かったですね。だから結果としてこれはだからすごくいい構成で、うん、一つのなんていうの、本当にこうターンポイントっていうのとはちょっと違うかもしれないけど、新しい始まり感っていうのはすっごいあって、これをだからアンダーザウィローシリーズに入れてたら、うん、これもうアンダーザウィローじゃないんじゃないって言ってたかもしれない。けどね、なんかそのヒントみたいなのは大悟が一言言ってくれたのもあったと思うよ。なんかいました。なんか割とこういう曲ができてきたっていう、うんうん、すごい初期段階で一回この中の多分2曲送ったのね。うん、こんなんできた。俺もマーサーとか聞いてたような気がするんですよ。トゥームと、あ、そうだ、俺もそれはね、俺がすっごい好きなやつ。はい。トゥームとその次のライトネックスとドアとヘブンっていう曲は、うん、なんとなくライトネックスとドアとヘブンだけ唯一2019にできてた曲で、あのそろそろソロツアーをやってた時にそのもう一番最初の段階のやつをなんかやってた、ちょっとライブで、でそれをまあこうブラッシュアップさせてまあ入れたけど、なんかそれを2つかな、多分コロナ禍がワイワイってなっていつぐらいやったかな、なんかどっかのタイミングで1回送ったのね。そしたらなんかもうアンダーザウィローに聞こえないみたいな、ああ、やっぱ言ってたんだ、その時。そうそうそうって言ってポロって言われて、その時になんかうん、そうかもなっていう、なんかね、そのトゥームなんか特にそうですけど、まあ、僕もともとこういうエキゾチックな感じのがすごい好きだから、うん、たまたまドンピシャでもある一方で、うん、今まではそういうフィーリングを今までの竹内和武に乗せるイメージで作ってたんですよ、和武さん。俺はそういう風に見えてた。だからベースには竹内和武が見えてる、うん、でその上にこういろんな要素をちょっと振りかけてみたり混ぜてみたりっていうようなイメージで見てたのが、うん、トゥームは今までだったらそういう風に見えてるはずなのに、もう混然一体となってて、どこから出てきたんだこれっていうぐらいナチュラルに曲が一つこう世界が出来上がってて、それにすごくびっくりした。
前ほら一緒に童話の音楽を作ろうって やったじゃないですか、うん、であの時にこういうイメージでとかっていうのをやって、はいはいはい、で作ってもらったじゃないですか、うん、でああいう感じになる、その自分の中にこうあるものを使って普段やらないようなことをちょっとこう混ぜ込んでいくと、うんまあ、その混ぜ込んだ感がっていうのがあって、それはそれで一つの魅力なんですけど、うん、その混ぜた感じがない、ちゃんともう混然となって溶け合った状態でできてきたから、あれって思ったんですよね。うーん、だからそこには俺がずっと付き合って見てきた竹内和武感みたいなものが、うん、こう表にバーンと出てこなくているんですけど、確かに、うんうん、あ、こうなるのかと思って、まあ、それはだからずっとなんかこうジャズファンク風味がちょっとあるじゃないですか、そう、ね、ジャズファンクを吸収したなっていう、吸と通って通って自分の中で消化した感じはすごく、ああ、だけどそうかもね、それはそういうのもあるかな、だから6曲目かな、うん、レジリエンスかな、あ、ビブラフォンがすごいピンチャリングされてるんですね、ビブラフォンが入ってるから余計になんかこうジャズファンク的な印象があるのかもしれないですけど ね、うん、僕はそういうのばっかり聞いてたかもしれないですけど、うん、だその吸収したものともう混然一体となって、で今まで作ってきたものと混ざったことで、うん、やっぱり次のフェーズに行ったっていう感じかな、うん、だそういうのを全部聞いた後で、例えばスクリームですけど、本当ザ・カズタケ、これずっとカズタケさんがやってきたことっていうのはすごい逆に際立って見えるみたいなところがあって、うん、だこれは本当ブループリントっていうタイトルも合わせて、うん、すごいいいタイミングでこう、うん、アウトプットになったのかもしれないですね、うん、なんかだからね、その自分の中のまずそのネクストレベルみたいなのにしたいなとは思ってたから、うん、その作り始めた時にまあ30曲ぐらいあってるけど、うんうん、まあ、そこからこう落としてって、うんうん、でまあ最終的にこの8曲がこう残ったわけやけど、それをなんかこう手塩にかけてこうやっていくうちに、そのたぶんね、前だったらこの辺でもういいかなっていうものを、なんかもっと時間とか手間とか、そのなんだろうな、その自分のちょっとこれまでいけなかったかなと思うようなレベルまで詰めるみたいな、それなんかあれやって、なんか物作ってて多分何でもそうですけど、やっぱやっていくうちに自分でいじれるパラメータが増えてくるんですよね、頭の中で。で今まで例えば10個のボタンがあって、それをこうやっていじるんだって自分の頭の中でやってることが、経験増えていくとそのボタンが自然と増えて、自然とこうだん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 動かしていく、そのパラメータがすごい増えたりっていう印象はありますよね。そうね、うん、まさにそういう感じかも。でもうほんと単純にソフトも変えたのよ。おお、そこまで使ってるものでいうと、プロツールスでずっと作ってたのを、はいはいはい、ロジックを使ってるのね、うんうん、今回、うんうん、でとか、まあ、その他にもいくつか、うん、そのアプリを、うんうん、アプリとか、まあ、そのソフトを変えたのを使ってみたの、うんうん、なんかこれまでそういうの考えてなかったけど、でよくよく考えると、俺10年前に揃えたぐらいのものでずっとこの10年作ってきてた、うんうんうん、まあ、大体2010年ぐらいから、そんなに大きく、うんうん、その作ってる音楽が変わってたとしても、うん、なんかあんまりこう、うん、例えば筆を変えようと思わなかったみたいな、けどこれ最近の筆どんな感じなのみたいなやつっていうのに、ちょっとおってアイテムに感動するみたいな、いじるのが楽しいっていう感じです、ね、うん、そうね、なんかね、久しぶりにその、そういうのもごそり変えたの、でそれもあってかな、それもね、結構違ってくるでしょうね、そうね、うん、なんか同じものをやってても、てか前まではそこまで、うん、わ無理だろうって思ってたものが、あれいけるかも、これ持ってたら、はいはいはい、いけるやんそこまでっていうのに気づいたんですよ。そういうのある、うん、そのだからなんかずっとずっとなんか時間を、例えば100時間かければいけるかもしれないけど、いけないかな、いけるかなって悩んでたことが、そのアイテムを手に入れたら、ひゅっ、あれ、おい、そこいけるぞっていうのがすぐ分かる。まあ、でも多分そのアイテムのせいっていうよりはやっぱり
その積み重ねてて、でいつの間にか手が届くところにあったんだと思いますけどね。それはやっぱそのリーディング方だってほらあの僕らもあの一武さんのキーボードだけで処方箋やるっていうのを僕ら最初失敗してるじゃないですか。僕らって言ったら僕ら失敗してるんですよ。全然できてない、どうしていいのか分かんないっていうのがあって、これ全然ダメだ、うん、俺できない、やっぱビートなきゃできない、ビートがないとまずあの目安がないみたいな、うん、今でも全然そんな感じないじゃないですか、うん、すごくナチュラルに当たり前のようにやってるけど、うん、僕の中ではあそこ1個のでっかいやつ、あ、まあ、言ってたんですね、それはね、うん、でもそれに対して頑張るぞってやってたわけじゃなくて、はいはいはい、少しずつ少しずつ重ねてたら、あれできるっていう、そうね、うん、ああそういう感じかもね。それは多分ね、だからあのいろんなあの別にね、こういうことに限らずずっと続けてることに反して言えば、うん、そういうことはあるかもしれないですね。いつの間にかシフトがしやすくなっているとこまで来ているみたいな、ね、うん、もうそこに今いるっていうことで、そのきっかけがだからそのツールを変えることによって思いのほか届くみたいな、うんうんうん、